こんばんばは、ソカの久保です、えー。今日はですね、えー、メッセージをいただきましたので、こちらの方にお答えしながら、あ夜のライブ放送を行っていこうかと思います。即座塾ニュースです、えー。早速読ませていただきますね、えー。こんにちは、久保さん、毎日情報配信ありがとうございます。ここ4年間、私は3月16日に配信された、歴史は繰り返されるのモデルケースのような状態です。 そうですねいろんな MLM 行ったりネットビジネス行ったり FX 行ったり暗号通貨行ったり全部でも資金を失ってしまったとその時最先端のものをやってるはずなのにお金が失ってしまうというね歴史は繰り返されるということです商材が変わって今は ICO とかになってますけども結局までお金を失うんではないかなという形ですよねで余力をほぼ残さず資金を失ってしまいました 家族の将来のためと思って進んでいた道ですがこのような結果になってしまいましたということですよねしかし得たものがありますそれは久保さんとの出会いでしたおありがとうございます紹介者の方が何件か久保さんの動画を URL で LINE で流してくれたり見たのがきっかけですと、うん、拡散されてますねありがとうございます今は久保さんからマインド思考を学び考え方がかなり変わりました、うん、そこが大事です感謝してますありがとうございますと ままままだまだ続きますす。よね。毎日、FX、の動画も見ています1月は本当にさっぱり分かりませんでしたが久保さんの「千里の道も一歩から」という話に納得して続けてみたら本当に少しだけ言っていることが分かるようになってきました素晴らしいで今子育てをしていて今外に働きに出られない私にとって時間が武器と思い FX を勉強しようと思いました FX を身につけることができたら本当にあと2人か3人は子供が産みたいと思っていますいいですね やっぱり、ね、豊かさというのがないとなかなか、ね、見えてこない部分がありますからね、えー、インターネットを使った投資は子供を産みたい方や子育て中の方にとって救世主だと思います、私もそう思います、もしかしたら少し出生率を上げられるかもと思うぐらいです、と上がると思いますよ、うん、一人一人が自分のことができるとかね稼げるようになるとやっぱ国全体も良くなりますしそれがひいては世界全体を良くすることだと思うんですよね。 はい文章戻りますなぜなら私の周りにはお金に余裕がないから妊娠・出産を諦めている人が結構いますうん私もそうでした、うん、私の周りでこれだけいるからあ全体で見たら結構いるかもしれませんえ実際これ多いんですよ本当ト20代30代のおまあなんですかね 結婚に対するイメージ、そして恋愛ができないことの原因の何割だとかちょっと忘れたんですけど、も、また今度ね、それ、特集やりますんで、えー、なんで、えー、自分は一人なのかとかね、で、一番重症なのが、あ重症っていうのがね、言い方悪いんですけど、70040と問題はこの前お話しましたけども、40代でお金がないと、親も70代で、えー、もうお金がないと。 ここなんですよ、一番の問題は。ひいては、8050といって、80代の親、50代の私っていうところも、今本当にね、40代、50代っていうのは、国を引っ張っていかないといけないと。余裕を次の世代に見せていかないといけない世代なのに、その中核世代が、1500万人ぐらいの方がですね、えー、こういう状態に陥ってるということらしいです。あ、1500人万人中の400万人ぐらいかな。30代、えっと、40, 代30代40代、40代、50代人口が1500万人いて、そのうちの400万人ぐらいが、 貧困であると自覚しているかあまあ客観的に貧困であるということらしいですね、うん、NHK のデータですけどねはい文章を持っております、えー、神奈川県でも産むだけでも補助金以外で手出しが40万ぐらいかかるとそうね出産はお金かかりますからね出産した後もずっとお金かかりますからねまあでも生命のことなんで、うん、お金がないから一つの命が埋めなかったって っていうことは私の捉え方でですね一つの生まれるべき命がお金のないことによって生まれなかったいわゆるこうまあ、死んでしまったとまではないんですけどもすごく惜しいことっていうか、ね、もったいないことではあるかなとは思っております。 はい。で、ファイナンスの力で日本も人口が維持されて心も豊かになったら私は幸せです。私もそう思います。で、えー、本日は FX の動画ありがとうございました。FX のね、特別動画を4本にまとめて送信しました。で、今後の配信も楽しみにしています。久保さんのもとでなら安心して投資について勉強させてもらえると思います。恐縮です。まだ講座も開いてないのでおすすめの講座などあれば教えてほしいです。そうですね、私おすすめというよりも えー、XM あ、綾澤どうもおはようもございますビヨンドの恋愛欄の更新はい任せてください,い,い今度は更新しますのでねそんなに待っていてくださってありがとうございますでえっと XM 証券をおすすめしますのでこれはこの方には XM 証券のね招待メールをお送りしますのでそちらの方から口座作ってみてくださいそのほかの方も XM 証券の証券口座が必要でしたらね私メールで送りますのでよろしくお願いします はい、えーで、3月でジェネシスは終わってしまいますが、そうですね、4月の10日ぐらいに一応終わりです。まだこれからもエク FX 動画配信していただけますかということですけども、配信いたします。えー 朝昼晩と FX の方は配信続けてまいりますので私も配信が好きなんでですね見てください、えー、何だかまとまりのないつまたない文章ですいません喉ないですよお,ちお時間がある時にお返事をお待ちしていますはいそこか事故に関わる方のためにだったら時間はいつでもあります24時間360日時間を捧げますそういうことでね今日はあといつのメールをお答えさせていただきましたけども皆さんいかがお感じになったでしょうか、えー、実は他にもメールは来てるんです毎日ねやっぱ多い時で件件から60件少ない ない時ででも 7, 件は来てるんで通常はこうやって答えないというかね個人メールで返信するんですけどもこのような今日はねライブでお答えしてみました皆様もご質問とかねご要望とかいろんなことありましたらメッセージいただければ嬉しいです7文字でセルシオアットマーク Gmail.com selsior S アットマーク Gmail.com で私のメールの方に届きますそれでは本日の放送は以上ですコメントをえなかった皆さん本当にすいませんでしたでは次回の放送もよろしくお願いします